ブロムスキルヒエンは、ドイツ連邦共和国ヘッセン州、バルデック・フランケンベルク軍に属す、町村である。ブロムスキルヒエンは、バルデック・フランケンベルク軍南西部のロタンアール山地、周縁部に位置しており、ノルトベスト・ファーレン州、ホーホザ・ウアーラント軍との宗教に面している。長域の70%以上が森林で覆われている。ブロムスキルヒエンは、北は、ハレンベルク、東は、 フランケンベルク、南はアレンドルフ及びバッテンベルク、西はバート・ベルレブルクと境を接している。この町は1238年のマインツ大司教のメモに初めて文献に記録されている。30年戦争後、この村はヘッセン・ダルムシタット法博領となり、1866年にプロイセン領となった。ヘッセンの地域再編に伴ってゾンプラーは、 ブロムスキルヒエンに合併した。何世紀もの間この町は貧しい土壌と豊かな森林に基づく農林業に頼っていた。ブロムスキルヒエンの町議会は15議席からなる。2010年8月22日の町長選挙で当時現職のカールフリードリヒフレーゼは82.6%の得票率で再選された。ブロムスキルヒエンの視聴者は 1619年から1621年に建造された。この市庁舎は装飾的な木彫りを有する木組建築である。保護文化財であるブロムスキルヒエンのプロテスタント教会は見応えがある。ブロムスキルヒエンの行事カレンダーの重要な要素が射撃祭である。この祭りは毎年8月の第一週末に開催される。 有限とクラブのゼーフェストも毎年7月の最終末に開催される。ブロムスキルヒエンは産業の町で生産部門で900以上の職場がある。最大の雇用主は都や窓の補強金具を生産するホッペ AG である。アンテホルツ社も大きな経済上の構成要素となっている。ありがとうございます。